いですよ。隅に置けないじゃない。どんな男なの？私にも教えなさいよ。ちょっとミラー大佐に似てて、その顔とかじゃなくて雰囲気が。あの堅物なヤサ男に？そんなことありません。ミラー大佐は素敵な人です。相変わらず熱烈なファンだわね、あのヤサ男の。だってちょっと寂しそうな顔する時があるんですよ。放っておけないっていうか。ま、私の趣味じゃないけどね。それにしても私たちの上官殿、どちらにいらっしゃるのかしらね。ああ、あいつは本国にいた時から単独行動メインだったからな。まあ、ミラー大佐に限って心配はなかろうよ。我々の中でも最強の強化人間なんだしね。あの男って出力大きすぎて、そばで戦うと巻き込まれるんじゃないかって心配になるのよね。時々具合が悪そうにしてらっしゃいましたし、お体の方が心配です。一人で調査することがあるそうだよ。先日やっと連絡があってね。やっぱりいくら大佐でもお一人では心配ですよ。拠点も確保したそうだし、そのうち様子を見に行くといいよ。はい。しかし良き隣人に加え良き同級生、私たちは恵まれているのかもしれませんね。おう、このまま一気に日本を支配してやろうぜ。オラもモリモリ食ってパワーをつけるべ。ああ、日本制圧の日も遠くないな。だからホイホイ俺の分を食べるんじゃねえよ。ああもう俺の味噌汁を返しやがれ。うまー。
いに憧れの。本家本元、先祖伝来、これぞ忍者の発祥地でござる。わあ、絶景かな絶景かな、本当に来てよかったでござる。もっとも飛行機の尾翼につかまって空を飛ぶのは地獄でござったが、無限呼吸の術を使ったとはいえ、高度1万メートルの寒さは計算外でござった。危うく凍死するところだったでござるよ。しかし思いのほか、想像していた風景と違うでござるな。お城どころか藤山、芸者も見当たらないような。いや、きっと仮の姿でござるな。おそらくは外来からの侵略に対抗するための隠れ蓑。奥深いでござる。拙者が鍛え上げたテキサス忍法、本場日本で通じるのか戦々恐々でござる。しかし拙者は諦めぬ。テキサスのママン、拙者は日本一のお殿様に仕えて一人前の忍者になってみせるでござる。さあ行くでござるよ。お殿様にお仕えして手柄を立てるために。本日未明、ダラス発成田着の飛行機大日本航空5012便の主翼部分に何者かが張り付いていたという事件がありました。乗客に手を振りながら落下したという連絡があり、携帯電話の映像で事件が発覚しました。現在も警察が落下地点付近を捜索していますが、その痕跡はなく。
何をする。ねえユキ、ちょっと聞いてもいい？秘密に抵触